辻先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。営業とはノーを言い続けるという辻先生の持論ですけども、詳しく教えてください。そうですね、はい、普通営業っていうと、このイエスを言わせるだとか、こうはい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 言ってお客さんのなんか言いなりになるみたいなイメージがあると思うんですね。で、僕はもうはい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 って相手の言いなりになるっていうよりかは、もうイエスをもう相手に言わせて、その強い交渉力で相手をねじ伏せるみたいな、イメージを持ってる人も多いのかなと思います。僕もどっちかっていうと、その強い交渉力で相手をねじ伏せるっていうイメージが、強かったかなと思うんですね。で、そういうイメージがあるので、そのお客さんからすると、その営業の人が来るって言われると結構身構えると思うんですね。うわ、営業の人来んのみたいな、怖みたいな感じになるのかなというふうに思うわけですね。もうなぜなら買わされるとか、しょうもないもんを売りつけられるみたいなね。でしかもその言葉巧みにわーって言われて、自分が欲しくもないのにわーって欲しい気持ちになって、なぜか買っちゃうみたいな、そんな風に思う人も多いと思うので、営業っていうと営業マンが来るぞとか言って言われると、っていう思う人がいてると思うんですね。実際、千里さんどうですか？営業マンの人が来ますよって言われたらどう思いますか？嫌です。嫌ですよね。そうだと思う。それが普通の感覚かなと思うんですね。で、僕も営業マンですから、どういうふうにしたかったかっていうと、営業の人が来はるでっていうふうに言われるよりかは、辻さんが来られるよっていうふうにしたかったわけですね。初対面の人でも、その営業マンが来るでっていうよりかは、辻さんが来てくれはるでみたいな感じにしたかったわけですね。それどうやって僕はやってきたかっていうと、その初対面の人でも仲良くなれる方法として、小冊子だとか自己紹介などのその資料を最初にも送っておくっていうのがいいのかなと思うんですね。僕は初めて会うんです。お客さんと初めて会うんですけど、お客さんはもう僕のことをもう知っているっていう状態ですね。もう初対面とは全然思えないみたいな、ああ辻さんみたいな感じに、なると、もう営業がめちゃくちゃ楽になるわけですね。初対面でその心の壁っていうのが、お客さんにも営業マン側にもあるわけではないので、もうお客さんの方はもう壁が完全に取り払われている状態で営業が入るわけですから、ものすごく楽なんですね。で、そのためには結構接触頻度っていうのは大事かなっていう話にもなってくるんですけど、お客さんと僕が仲良くなってもらうために、お客さんが僕のことを知ってもらって好きになってもらうためにはどうしたらいいのかってことをやってきたわけですね。で、それ以外の人っていうのは、僕は完全にノーって言ってきたわけですね。誰でも彼でも僕のことを好きになってくれと、イエスって言ってくれってなんて全然思ってなかったわけですね。分かりやすいところで、例えば価格でしか判断しない人、こんな人はもうはっきり言って僕のお客じゃないのでいらないですよと、ノーですよと。あとは柄の悪い人だとか、そのもう面倒くさそうな人ね、そういう人はもうぶっちゃけいらなかったので、もういらないですよと。もう柄の悪いなんていうのももう論外ですね。そんなのはもういらないですよと。で、もちろん自分のお客さんじゃない人っていうのももちろん断りますし、商品に興味がない人っていうのも、その人にもそのセールストークで無理やりイエスを言わして、無理やり印鑑をさせるっていうのはもうやめましたよと。昔そういうことやってましたけど、もうこの令和の時代にそんなやり方、昭和とか平成でやっていたやり方っていうのはちょっともう厳しいんじゃないかなと、難しいかなと思うわけですね。で、今そういう人に出会ったら、僕は何て言うかって言ったらノーです。もう断っています。じゃあどうやって断っていたのかっていうと、その太陽光発電の時は、もううちは激安じゃありませんと、激安業者じゃありませんので、価格が安いところをお探しであれば、よそへ行かれた方がいいと思いますよって言ったりとか、あとね、もうはっきり言って儲かりませんよって言ったりとかね、もう、うわ、なんかやばそうな人だなとか思ったら、その太陽光ってお前儲かるんかおいとか言って言われたら、いや、あれは儲かりませんよと。あれはやっぱ環境商品なので、その儲かると思って手を出すと結構ね、こんな話じゃなかったのにとか、こんなはずじゃなかったのにっていう風になると思いますから、手を引いた方がいいと思いますよとかね、言ったりしていました。あとはね、もうその高いですようちはみたいなことを言ったりしていたので、そういう変な人っていうのは近寄らないようにしていました。で、僕からも近寄らないですし、向こうからも近寄ってこないように、あえてそういうことを言って、離れていってくださいねっていうふうに言っていましたね。断り続ける、ノーを言い続ける、もちろんその、言い方を変えれば見切りをつけるっていう言い方もあるんですけど、営業マンというのは見切りをつけましょうねって、営業マンはノーと言いましょうねってことにもなってきます。でこれエッセンシャル思考を読んでたらなんかねノーと言える人っていうのはその優秀な人の必須スキルであるっていうふうに言われているわけですね。でノーが言えると僕は営業が楽になったっていう部分もあるので、その人生も楽になるぞっていうふうにも言われているわけですけど、ついつい引き受けてしまう人、ついついイエス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 って言って自分がもう押しつぶされてしまうような人っていうのはその断り方が8個あるっていうんですよ。8つありますよと。で1つ目がとりあえず黙りましょうねと。2つ目が代替案を出しましょうねと。3つ目がその予定を確認して折り返しましょうねと。で4つ目が自動返信メールを利用しましょうねと。で5つ目がその仕事を後回しにしましょうかと。これ何かというと、上司から言われた時、これ最優先でやれよって言われた時に、分かりました、最優先でやりますけど、じゃあ僕の抱えてる他の仕事どれを後回しにしましょうかとか言って牽制するっていうやり方ですね。あとは冗談めかして断るだとか、肯定を使って否定するとか、別の人を紹介するとか、いろいろあるわけですけど、これらの断り方っていうのはそれはそれでちょっと覚えておいていただいて、で断るか断らないかっていう基準は何かっていうと、90点ルールっていうのがその本には書いてありました。僕はなるほどなと、参考にすべきだなと思ったので、もうイエスかノーかの判断基準っていうのは、その案件っていうのは自分の中で90点以上の点数があるかどうかで判断しなさいよと。85点とか70点とかそんなの全部0点と一緒なんで全部断りましょうと。90点以下は全部切り捨てると、全部断るっていうやり方でやっていきましょうねと。それで考えると、例えば90点以上のお客さんってどんなお客さんなんだろうかとか、90点以上僕が例えば自分がやっていても面白いなと、これだったら続けられるなっていう営業方法ってどんなんだろうかと。で90点以下の営業法とか90点以下のお客さんっていうのは全部切り捨てるみたいなことをやれば、想像力っていうかね、いろいろ考えなきゃいけないわけですね。今のままじゃダメなわけですから。今のままやっていても、今のまま単純に90点ルールとかでダメですダメです嫌です嫌ですとか言っていっても、それはやっぱり全てがなくなってしまいますから、そうならない、全てがなくならないように、じゃあどうしたらいいんだろうなっていうのを必死で考えるわけですね。僕も気に入らない人には全部断りますよと言っていますけど、じゃあ断ってもらうためにはどうしたらいいのか。逆にこの人いい人やな、この人だったらお付き合いしたいなと思える人からどうやって返事が来るようにするのか、どうやったらその人が僕のことを好きになってくれるのかっていうのを考えなきゃいけないわけですね。そういうことを考えることが新しい営業法の第一歩になるのかなと思いますから、まずはね、営業とはノーを言い続けることであると。まずは全部イエスを持って取っていってはい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 やるんではなくて、もうノーと言って断っていきましょうねと。そうしたら新しい道が開けますよと言いたいですね。辻先生、今日もありがとうございました。ありがとうございます。